のです時例えばね腹筋のクランチの時にこうやってやっていく時にこの時に頭を上げたらアウトですアウトです、まあ、頭を上げたらというかその結果的に頭が上がるならいいかもしれないけど頭を上げたらアウトとはどういうことかというとまあこういうねクランチをやっている時にもとにかくねこうね 頭を上げる、頭を上げる、頭を上げることだけをなんかこう目的にしてやってるようなことっていうのは結構ね見受けられることがあります。まあこれはダメなんですよ。で、これなぜダメかということなんですけど、まあ皆さんがじゃあね、この腹筋をやる目的っていうのは何なんでしょうか腹筋をやる目的です。 基本的にはお腹を引き締めたい。お腹を割りたい。まあそういうことだと思うんですけど、腹筋をね、つけたいということですね。まあお腹を引き締めたいという場合には、ね、基本的にはまあ体脂肪をね、落とすということはまあ効果としては大きな体脂肪を落とさなければいけないんですけれども、腹筋を鍛える、腹筋をつける、腹筋を割るような溝を作っていく。まあそのために必要なのは腹筋を縮めて伸ばすということがまあ必要なわけですね。今、このクランチというこの腹筋をやっていくときに、 腹筋をつけるためには、この縮めて伸ばすというのが重要なんだけれども、で、それが重要だということも頭で分かってるんだけれども、実際にやっていくと、頭を上げることだけがメインになっているのはもう、こんな感じの結構腹筋っていうのはかなり多くあると思います。まあ、これでもダメなわけですね。基本的には今の収縮するというところがまずメインになってこなければいけないので、じゃどうやったら正しく収縮ができるかというと、これね、 頭を上げるではなくて、反対を考えます。反対。反対というのはこっちを上げて、こっちです。腹筋が縮まるというのは、この上と下があるわけですね。縦方筋線が走ってますからね。だから、こっちが上がっても、こっちが逃げたら、ま意味がないわけですよ。だから、こっちが動く前に、これ、お尻をとにかく上げる。お尻を上げる。 これを最高潮に上げる必要があるんです。お尻が最高に上がってる状態を作るということで、で、このお尻が最高に上がってる中で、背中を上げるんですね。背中です。頭でないです。このおでこを上げるという意識は一切持っていない。まず、お尻が完璧にものすごい自分の中で最大限に上がってる。ただし、太もがこっちに来ないで、お尻が最大限に上がってる中で、その中で背中が上がるところまで。で、それ以上上がらない。収縮したらもうそれで終わり。 頭が特に高く上がってない感覚でも構わない。で、お尻が下がらない。 お尻をとにかくしっかり自分の中で最高に目いっぱい一番上がってる中で背中が上がるところまで。だからこっちが目いっぱいでこっちがあまり上がらない。上がってる気がしないんだけど、それでいいんですよ。自分はそこまでしか収縮ができないからね。それをこっちの距離を稼ごうと思うとこっちが落ちるわけじゃないですか。だからこう、どんぶらここ、どんぶらここになるので、必ずお尻が目いっぱい上がってるところで縮めるところまでなんですね。だから僕がパーソナルトレーニングで指導していくときに、こうやってまああの、クランチやってる人がいたら、まあ僕は 何をしているかというと。 ここの、まあ、こ骨盤のこう仙骨ありますね。仙骨を僕は指でグッと持ち上げて、グッと、ね、持ち上げて、1本で持ち上がる人もいれば、僕は4本全力でグッと突き見せなから思いっきり上げないと、もっと押してくれる人いるんですけど、これをグーッと上げといて、そこで息吐いて背中上げて、背中上げてっていう感じで、とにかくお尻を上げることをまず絶対的にやってもらってるわけですね。でこれが重要で、なのでそれができていれば、背中が上がって収縮してればそれだけで OK。頭の高さは一切 関係ないおでこを上げようとは絶対に思わないこと、まあ、これが腹筋クランチをやっていくよは一番重要なことであって頭の高さではないということねお尻を上げて背の中を上げてお腹を収縮でその先にたまたま頭があるだけということなんですよそしてそれはレッグレーズでも同じね。レッグレーズでも同じでレッグレーズをやっていきますって時にとにかく足をバン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 こういうレッグレーズを、まあ、やっていく人結構いますあります で、これも、ただただ足を振ってるだけなので、さっき言ったように、お腹がきちんと収縮しているかどうか、まあ、ここが大事なんですね。まあ、下ろせば伸びる伸びるでいいんですけど、これも全く同じ考え方。こっちから骨盤を上げたいんであれば、今度は背中を目いっぱい上げて、この背中肩が目いっぱい、ね、じゃあ足をじゃあ上げる前に、足を上げるのがここかしようか。足を上げる前に、背中、肩甲骨を目いっぱい上げる。で、これね、なかなか上がらないっていう人もいるんですけど、まあ、 まず、縦に上げる。で、縦になかなか上がらない、収縮しないという人は、肩を左右にこう丸めてもいいから、肩甲骨を左右からこうグッグッと引き上げて、こういうね、丸くなっても構わないので、とにかく頭じゃない。これも頭じゃなくて背中をグッと肩をこうしてもいいから上げるということ。で、ここまで目いっぱい上げた中で、目いっぱい上げた中で足が来るところでいいんですよ。膝伸ばしは。で、お尻を上げようとしますが、上がらなかったら上がらないでいい。で、今僕も、 ね、背中を目いっぱい上げていると、お尻って正直、正直ね、あの、微低骨が1センチ上がるか上がらないかしか来てないんですけど、意識としては押してお尻を上げようとしているところ。だけど背中を上げていなければ、ここの収縮が、あの、できないので、ぐっとここで咳止めといて近づけてくる。こっちから収縮しているんで、こっちが降りたら、もう意味が、ないわけですね。なので、これも同じ。 お尻を上げたような反対側を完全にせき止めて、最高に上げといて、それでせき止めといて、その中で収縮できるところまででいいんですよ。レッグレスズもね。それを丁寧に、まあ、あの、反動ね、さっきの反動ついてましたけど、反動つけないように、背中を上げた中で、きれいに、丁寧にやっていくだけなんですね。こういう感じでやっていくだけです。 腹筋というのは、そのね、起き上がるとか、高く上がるとか、もうそれを目的には絶対にしないということですね。とにかく、こっちとこっちを収縮させる、ね、近づける。これだけは目的なので、こっちから近づけな反対、こっちから近づけな反対を絶対に上げておく、抑えておく。 というのが必要。これはもう全くニーアップでもないですね。ニーアップまたはニートゥーチェストとも言いますけれども、えっ、ー、と、手をここに置いといて、伸ばしといて、で、ここから肋骨をぐーっと後ろに引いて、縮めておく。この時に、ここを後ろに引くようにして縮めておく。で、ここから足をこうやって上げてくる、このニーアップなんですけど、これをやっていく時に、 足を上げることだけまたちょっと考えていくと、足を上げる、ニーアップだけ足を上げるっていうふうに、そこだけを目的にしていると、今度上げていくという、こと、逃げるってこういうなんかね、こう、伸びていく人です。体がせっかく近づこうとしているところ、むしろ伸びて、こっちに体重をこう引くことで危ないですね、こうに。 もう体重でこうやって引っ張っていくような感じになっていく。そうそう。これもこう逃げちゃうので、逃げたらダメです。むしろ絶対に近づけなければいけないので、背中をこっちから丸めて押しているこの状態。だからこの手で押すというのが必要で、さっきのレグレーズを押していると同じですね。これが必要で、この中で足、骨盤もちょっと巻き上げてくるぐらいの、この引き上げが必要なんですね。で、これ膝を曲げるんじゃなくて、このすねはこの、ね、膝の角度を一定すればこの辺まで上がってきますから、膝の角度を変えないで、 骨盤から回転してくる。この、ここから回転するぐらいのイメージで、こっち、上は押さえておく。という感じで、ニーアップをやっていかなければ、これがね、上げた時に逃げてしまうので、とにかく収縮をしていくということ。まあそういう感じでね、腹筋をやっていく時にね、必ずね、これ頭を上げる、高く上げる。もうあの、シットアップとかでも同じだ。とにかく起きればいい、頭があればいいになっていると、腹筋で全然伸び縮みしてないので、とにかく縮める方ができてないので、 全然腹筋は出来上がってこないんですね。腹筋をきちんと形作っていく、この山を高くしていく、切れ目をつけていくっていうことをしていきたいんであれば、やっぱりしっかり収縮していく必要があるんで、反対側から逃がさないというね、今言ったポイントをね、 本当にね、気をつけて、絶対にお尻を最高に上げたまましか上げない。もう、そこのね、やっぱり感じ方、観点を変えていかなければ、うまくね、腹筋できませんので、今言ったポイント、ぜひね、気をつけてやってみてください。まあ、それはね、筋トレすべてに言えることなんですけど、ちょっとね、補足で話しますけど、アームカールをやっていくときに、ここからここで縮めるということをやってきたのに、頭ではこれも分かってるんだけど、なぜかこれを上げるに変換されてしまって、上げる、上げるになるから、この肩のここのね、こ 位置がずれてくんです後ろにこうやって後ろにずれていくようなアームカールをこうやっててこういうのもあるこういうのもあるし肩だけずれる時もあれば体全体がこういうふうにいく時もあるそうすると二頭筋ね上側の皮脂のところが押さえられてないから収縮してないですねこうやってやるとねあるいは体がこうなるとねなので絶対ここ後ろから押さえる力があってこそのアームカール収縮をこうギュッとしていく必要があるのでできる限り肩が こういう後ろに、あるいは体が後ろに行かないようにしていかなければいけないし、あるいはサイドレーズなんかでもこうやって上げるときに収縮していかなければいけない。これも、こっちとこっちが近づかなければいけないのに、この上側の方をね、 こういう肩をすくめる、双胞筋を使って肩をすくめるということをやっていると、全然縮んでない状況です。こっちに逃げてる、逃げてるってなるからね。だからこっちをしっかりせき止める。せき止めるためには絶対肩を上げないで、肩関節これを上げないで、それを絶対抑えた中でやっていく。というサイドレスでなければいけないですね。だから筋肉っていうのは、その筋肉を縮めるというのは、 言葉で分かってるだけではダメで、実際こっち側を押さえてこっち側から近づいてくる。で、こっちを押さえてこっち側から近づいてくる。この押さえてる方が動いては絶対ダメ。下がってはダメということですね。まあ、このイメージをしっかり描きながら、あの筋トレやっていく、腹筋やっていけばね、もっともっと、ね、効果が出てきますので、今言った腹筋のポイントをぜひね、気をつけながらやってみてください。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムやってますね。フォローよろしくお願いします。パーサーはトレーナーのゆうじでした。